観ってどうやって作ればいいんだろうっていうところから始まって、でも自分一人だけってことはじゃあもう何でも好きにできるんだなって逆に思って、幼い頃から続けている書道も作品として展示したいし、けど今までどういうふうに日本語を学んできたかというか、どういうふうに自分が変化してきたかっていうのを、来ていただいた人に見ていただきたかったので、この空間をどうやって活用していこうかっていうところも結構楽しみながら自分の思いを形にしていきました。アーティストの物語っていうことなので、私自身をやっぱり見てもらえるいい機会というか、1点2点では伝わらないこの一つの部屋の空気感というか、これだけ数があるあっていろいろやらせてもらってるからこそ自分の過去が見えるみたいな感じがして、そういったものの中でそれぞれのその見方、その立場、いろんな学校の先生だったりとか友人であったりとか家族であったりとか、そのそれぞれの目線からいろんなことを思って想像して自分のって見てる人の気持ちとその作品と照らし合わせるじゃないですけど、自由になんていうの感じれる空間になったらいいなっていうのを思ってます。教室に通い始めてたんですけど、最初からは筆を持ったわけではなくて硬筆から始めました。で、小学校に上がると同時に毛筆に移行して、で墨と紙と筆とで使うようになってきて、で結構厳しい環境だったんですけど、なんかその中でもなんか幼いなりに嫌だなって思いつつも何か特別な感情を自分の中で持ってて、やめたいっていう風にはならなかったんです。続けたいってもう全国大会にもバンバン出る書道教室だったんで、冬休みもないわ、みんなと遊べないし、お正月は強化練習中だ、合宿に行ってたので、年越す時も書道をしてるというちょっと過酷な書道教室だったんですけど、なんかそこがあったからちょっとやそっとじゃ大変だ、逃げたいなとか思わないですし、書道を習ってきて忍耐力とか精神力とかを鍛えられてきたから、こうやっていろんなことをやる時にもなんか生かされてるというか、私の一番の核となってるなってすごい思います。書道をもともとやってて、美術大学で、日本画を学んでからいろんなその岩絵の具だったり水平の具だったり日本画材で描いた作品ですね。これが一番古いんですけど、2018年かな、1年生の頃に好きなものを描いていいよっていうのを言われて、その時に作った作品をちょっとリメイクというか、それにまたちょっと加筆して今回作品展示させていただいてるんですけど、お家の中にそういう植物とかが多くて、でお花がもともと好きだったの でその中でも茎も細いのにその先にほわっとした花が咲いてて、とてもなんか自分の好みにすごい合うので当てはまって、あもうこれが描きたいなと思って、もうなんか迷わず描いてました。この作品はなんか霞草のドライフラワーをハーバリウムの作品にしたくて、オイル自分で買ってきて、で丸っていう形、円の形が好きなので、円の上から見てもこうやって覗いた時に霞草のこの可愛らしいのが見えるようにした作品を一緒に展示してます。それぐらいなんかドライフラワーとか生花もそうですけど植物が好きです。
まずモチーフを選ぶときに結構私は苦労するというかすごい考えるんですけど、真ん中の作品が折り鶴を描いた初めての作品で、この作品が CBC の羽ばたけ二十歳の記憶展っていう展示があるっていうことで作ったんですけど、題名から取って二十歳の時って自分何してたんだろうっていうことをふと思って、まあちょっといろいろと母が亡くなったっていうのも二十歳でしたし、ちょっといろんなターニングポイントみたいに自分がなってて、今も未熟ですけど、その二十歳の頃の自分ってもっと本当に未熟で、で母が、まあ、闘病中に、まあ、自分の好きなことをやってたし、仲が悪かったとかそういうことじゃないんですけど、なんか娘として母親に何ができてたんだろうっていう思いがすごいあって、で母の名前が千鶴っていうんですけど、千に鶴って書いて千鶴で、まあ、闘病中いろんな周りの人たちが鶴を折ってお母さんに渡してたんですけど、まあ、その亡くなる時に棺桶棺の中にその鶴がたくさん、もう何千羽の鶴があったのを見て、なんか私鶴の一つも折ってあげれなかったなっていうのを自分の中で後悔というか心残り、何をしてあげれてたんだろうな、親孝行できてたのかなっていうのがずっとあって、自分が好きな道に進んだ時に日本語で何か作れないかなというか、その活かせないかなってなった時に、あ、折り鶴を日本画の盛り上げでちょっと表現できないかなって自分の中で思ってこの折り鶴という作品を作らせていただきました。で左上がに空間があるんですけど、これから千羽作ってやる書いてあるぞみたいな意気込みというか気持ちで、これからどんどんここから続いていきますよっていう意味も込めてちょっと空間を取っています。でその後にこの作品ができて、徐々に折り鶴の作品が増えていってるっていう感じですね。学校の春休みの時にそのお家の掃除というか整理をしてた時に、母親のパッチワークが数点出てきて、でまだ未完成だったんです。でそれを手に取って見てた時に、なんかあ、まだ完成されてないから、なんかつなぎ合わせたいな、完成させたいというか、なんか何かできないかなってなった時に、あ、モチーフにしよう、でお母さんと一緒に作品を作りたいってひらめいて、パッチワークをモチーフにして描きました。でもともとこのパターン一個一個は私が一から考えたものではなく、アメリカンキルトのパッチワークのパターンでもともと存在するデザインで、でもう何十種類もある中から母のパッチワークと照らし合わせたり、母が集めてたパッチワークの雑誌の中からなんか感覚的に選んだのもありますし、作品として構成した時に、あ、このなんていうの、間の取り方いいなとか、それいろいろ考えて構成してあります。最初はこの 6×6 とか、そのパターンの大きさをどうしようかな、実物大じゃなくてもいいんじゃないかとかいろいろ考えて、壁にマスキングテープを貼って自分がそこに立ってどういうふうに見えるかみたいな実験したんですけど、もうここに落ち着いて実際のパッチワークと並べた時にいいサイズ感というか、なんかあ、これがこれねみたいな感じで気づいてくださる人が多くて、あ、よかったなって思ってます。
この禁令で植物みたいなのがところどころ書いてあったりするんですけど、自然物の中でもお花が好きなので、そういったモチーフをところどころ入れさせてもらって、流れみたいなのを作りたくて、季節をちょっと織り交ぜてるんですけど、この下から右下から春夏でちょっと上に来て秋冬っていう風になってるんですけど、制作時間が長く取れるからこそいろんなことを思い出しながら、なんか普段では思い出さないようなこと、母との思い出とかをいろんな角度から考えれて、なんかまた出会えるというか、亡くなってから出会うってなんかおかしいんですけど、また再度出会った感じがして、なんかすごい不思議な気持ちになりながら制作してたんですけど、なんかそういったのも色の重なりとかで、あ、ここの思い出はしっかり覚えてるけど、ここはなんか楽しかったけどそんなに鮮明に覚えてないなとか、そういうものも表現できたのかなって思ってますね。もう春夏秋冬って分かれて、ここのパネルは春みたいにしたくなかったので、移ろいというかを大事にしたんですけど、その中でも、ここら辺だったらモミジとかなんかなんて言うんですかね、植物、母と私のなんか会話じゃないですけどしかわからないようなこともちょっと小ネタで挟んでちょいちょいいろいろと書いてます。なんか書くこと、作ること、なんか自由に表現することってなんか楽しいなって思ってもらえるような何かをしたいなって思っています。あとネイルもツルにしたんですよ。